はい、どうも、トラキチの無課金ハオロード阪神銃声編です。今日でログインが、1085日目ですね。はい、現在2022年6月6日の15時13分なんですけども、今回はですね、ちょっとお知らせの方で、ね、ご覧いただきたいなと思うんですけども、こちらですね、はい、選手追加で2022エキサイティングプレイヤー第1弾新登場ということで、エキサイティングプレイヤー第1弾来ましたね。はい、まあこのアカウントね、阪神純正だけでやってるんですけども、阪神は秋山選手でしたね。はい、まあ秋山選手、僕ね、去年のシリーズ1からね、継承できてませんので、まあ、ぜひ欲しいなと思ってまして、まあ、通常でもね、まだ秋山選手 S ランク追加されてませんので、実装されてませんのでね、まあ、ぜひ、まあ、欲しいなと思ってるんですけど、一応ね、まあ、このスカウトでね、60連で S ランク1チームエキサイティングプレイヤー第1弾1人確定があるんで、60連すればね、必ず秋山選手取れるんですけども、まあ、一応このドリームキャラバンで累計でね、 S ランクエキサイティングプレイヤー契約第1弾ありますんで、これをまあ終わらせて累計取って、秋山選手じゃなければエキサイティングプレイヤー第1弾のこのガチャもしようかなと思ってます。はい、一応まあね、ドリームキャラバンで来る可能性一応12分の1ですかね、あるんでね、はい、まあそれにかけたいなとは思ってます。はい、でまあそのドリームキャラバンなんですけども、報酬でね、一応この A ランクとかもありますね。1周目で A ランク、エキサイティングプレイヤー、2周目で A ランクということで、ランダムが2枚ありまして、で8周目で自チームありますんでね、で10周目で、まあ、S ランク、エキサイティングプレイヤー契約と第1弾ありますんでね、これでまあ秋山選手出てくれればね、もうガチャ回さずに済むんですけども、まあ出なければガチャもしようかなと思ってます。はい、まあ早めにね、ちょっとまあドリームキャラバンなんでね、もうエナジーちょっと使って早めに終わらして、累計開封ね、したいなとは思ってます。はい、その秋山選手なんですけども、一応ね、能力見ときます。はい、先発適正 S、 球威76、制球85、スタミナ76ということでね、結構ね、まあスタミナ、制球型ですけどね、結構強い選手ですんで、制球85ですからね。でまあコンボもね、エキサイティングプレーは熱狂の渦でしたかね、星3のコンボつきますんでね、オーダーに入れてるだけでね、まあ、そのあたりもちょっと狙って、秋山選手ぜひ欲しいなとは思ってます。第1弾で来ましたね。はい、まあ青柳選手はもう S ランク通常ね、実装されてますんでね、もうスルーしようかなと思ってたんですけど、秋山選手やったら行こうかなと思ってましたんで、まあこれ狙いで一応ドリームキャラバン終わらしてね、でまあドリームキャラバンの累計で出なければ、後にまあ60連も60連というか最大60連ですね、秋山選手出るまでの60連ガチャね、やりたいなとは思ってます。はい、はい、まあ今回こんな感じなんですけども、契約書も何もないんですけどね、まあ一応エキサイティングプレイヤーでね、第1弾で秋山選手来ましたんでね、まあ、ドリームキャラバン、1週間のイベントですけども、まあ早めに終わらして頑張って、累計取って秋山選手出てくれることを願ってね、頑張っていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金ハオロード阪神純正編でした。